おはようございます。速稼塾の久保です。先日ですね、久しぶりにまた私のサイトアフィリエイトの実績の中でもですね、実験をしながらリアルタイムで動画を流しながら月収100万までいったその半年間をですね、まとめたものをお届けしたんですけども、この動画を見てくださった方が何名かですね、どういうふうにサイト量産をしたらいいんですかというご質問と、どんなテクニックがいったんですか、 SEO はキーワード検索はみたいなね、こんなご質問をね、多数の方いただきました。多数といっても、20名にいかない程度の方なんですけども、一括してお答えするとしたら、サイトの量産っていうのは非常に簡単なんですよ。SEO とかね、キーワードとか、アナリティクスとか、全く私は意識せずに、全く使わずに、サイト量産だけをしました。じゃあ、サイト量産って具体的にどういうことなのかなっていうことなんですけども、ブログとかね、ホームページを作ったことがある方ならもうお分かりですよね。それを1万個作るだけなんですよ。本当にそれだけです。だからそれ以外話すことがないんですよ。で、テクニック私ないですからね。ただ、量をやったってだけなんですよ。テクニックがないから。で、このサイトアフィリエイトに挑戦する方で、専門的な知識とか、それからアクセスを集めるテクニックとかある方なら、1万個作る必要はないと思うんですよ。それこそですね、2つとか3つとか、多くて10個ぐらいで、月収いわゆるね、100万なり200万なりいくと思うんですよ。テクニックがあれば。私は全くありません。だからサイトアフィリエイトで毎月5万円稼いでる人ね、5万円稼いでる人よりも知識がないです。知識がない分量やってるんですよ。じゃあサイトアフィリエイトのその数、1万個、1万4000個以上作ってきましたけども、じゃあそのサイトってどこにあるんですかっていう話ですね。これも当然皆さんのね、ご興味があることだと思いますけども、私はね、2016年にサイトアフィリエイトをもう量産をやめてですね、2017年には速稼塾ファイナルという、79万円のプログラムで222日連続でやったものがあるんですけども、その中でサイトアフィリエイトをやめていくというカリキュラムでね、私は放棄していったんですよ。だからその当時の URL が一つも手元にないんですよね。で、数少ない URL があるものは今のね、速稼塾のポータルサイトにどんどん入れ替えていってるんで、上書きしてなくなってるわけなんですよ。だからね、これですよってお見せすることができないんですけども、ただね、もう一言言わせていただければ、私のサイトアフィリエイトのサイトなんて見る価値ないですよ。本当に低レベルなんで、むちゃくちゃですよ。むちゃくちゃなんだけども、1万個のサイトがあるってことはどういうことかっていうと、一つのサイトに1アクセスね、どんなサイトでも1アクセスぐらいあるんですよ。ゼロってこともありますけども、1アクセスあると思ってください。皆さんがブログを作ります、1アクセスもないってことを考えられます？1ですよ。で、1万個サイトがあるってことは、毎日1アクセスしかなくても1万アクセス毎日あるってことなんですよ。1万アクセスですよ。で、実際には私のサイトっていうのは、1っていうアクセスもありましたけども、だいたいね、多くて10なんですよ。1日10アクセスですよ。誰でもできると思いませんか？サイトを作って10アクセス、でも10アクセスでも1万個サイトがあったら毎日10万アクセスなんですよ。毎日、これ考えるとすごくないですか？それが1ヶ月だったら何十万アクセスになるんですかって話ですよね。1日に10アクセスで1万サイトだったら10万アクセスと、30日で300万アクセスですよ。単純に1つのサイトで1円しか売れなくても300万円という売り上げ簡単に出てきますよね。私はただそれをやっただけです。1日10万円の利益が口座に入ってくれば、3年間トータルで1億円超えるなというふうに、ものすごく低レベルな計算してたんですよ。1サイトで1円っていう計算ですよ。でもそれが現実化したってことなんですよね。だからあとはこの私の事実、私の経験を、これを、聞いた方がどのように受け止めるかなんですよ。ただやっぱりね、1万アクセスで3年間で1億円稼げるっていう風な結果が分かっても、1万アクセス作る人はいないと思います。もっと簡単に楽で早く儲かる方法ないかなっていう風に、非常にレベルの高いことを、求めてるんですよ。で、それは私は分かりません。この量をやるって以外に、少ない作業量でね、高い売り上げを上げる方法は私は分かりません。実際に私の YouTube 再生数そんなに多いですかね？一つの YouTube が1000個以上ってものがそんなにたくさんあると思えないんですよ。中にはね、数万アクセスとか数十万アクセスってのありますよ、確かに。でもほとんど 99% が100アクセスから200アクセスの間なんですよ、私の YouTube 動画っていうのはね。でもきっちりとですね、1億円以上の売り上げを毎年作ってるんですよね。だからこの事実をどう捉えるかなんですよ。
この事実を、いやいやそんなことはないだろう、もしくはそれは久保さんだからできたんだよ、自分はもっと別の方法を探すんだよという方は、私がねお伝えすることもうなくなっちゃうんですよ。あくまでも私に何か尋ねるってことは、私の経験と私の体験、それから私の知識に対して答えることがあると思ってるからなんですよね。でも私がお答えしても、それをいやいやそれは私には採用できませんよっていうことだったら、もうもはや私にお答えすることはできませんので、それはもっといい答えを知ってる方をずっと探してもらうってことになっちゃうんですよね。まあ、そんな形でね、今回はサイトアフィリエイトに対するご質問に対してお答えさせていただいたわけなんですけども、さあじゃあね、本当にいい方法ないのかってことなんですけども、あるんですよね、残念ながら。それが例のやつなんですよ。例のやつはまた変更がありまして、1ヶ月に4回の振込日ということはね、昨日申し上げました。入金が1ヶ月で4回ある方もいるということですね。まあ1回の方もいますよ、従来通り1回という方。そして返礼金の入金日は毎月の30日になる見込みですので、今月は30日に銀行口座をご確認ください。プラスですね、7月なんですけども、ポイントバックキャンペーンというのがあります。ちょっと私のね、手元に紙があって、正式にまたこれお伝えしますけども、ポイントバックキャンペーンというのがありまして、例のやつに関しまして、ちょっと軽く読むだけなんでね、あれですけども、ポイントバック1セット、これね、なんだろうな、仮想通貨に関する購入に対してではないですよね。はい、申し上げます。7月1日から7月31日までの、購入に対して10万8000円一口、これを1個買うと、1万円のバック、要するに 10% 戻ってくるんですよ。8月もですね、同じ条件で8月30日までなんですけども、5000円 5% 戻ってくるってことですね。これはすごいですね、とてつもないすごいことですよ。でボーナス支給日2019年9月25日にこの7月分8月分を合算してお振り込みということなんで、すぐに入るわけではありませんけども、このポイントバックボーナスキャンペーン7月8月しっかりと取り組んでいただいた方には9月25日にウハウハのボーナスがね、秋のボーナスが入るということでございますので、頑張っていただきたいなと思います。でこちらの方はね、また別動画で限定公開動画で速稼塾塾生さんに正確な情報の方ねお届けしますので、今回の発信はね、まあ、軽く捉えておいてください。要するにご自身じゃないですよ、ご自身が紹介した方が、ダウンラインの方が商品を買うとその 10% とかね 5% が入ってくるというね、とてつもないビッグなボーナスでございますんで、今一度皆さんね、ダウンラインの方に呼びかけをしていたらいかがかなと思います。もしくは自分自身のポジションを20、30、合計でね7つまでポジションを持ってますんで、持たれてる方は自身のメインアカウントに入金するんではなくて、ダウンラインアカウントに入れるとね、ダブルで美味しいかなということでございます。さあ本日の放送は以上です。またねこちらの例のやつに関しましては、例のやつの動画を撮って速稼塾塾生さんにお届けしますので、ぜひご利用ください。それではね、ミスターマイアミさんからのまた動画も届いてますので、そちらの方も今日は更新情報の中に入れておきます。それでは失礼します。